スノーマン・メグロレン、わんぱくな赤タンクトップ姿でショート動画に登場4年ぶりのザリガニ釣りを予告。スノーマンがグループの YouTube を更新、一つのショート動画を投稿した。投稿されたショート動画のタイトルは、スノーマンオフィシャル目黒の赤タンクトップ。あの場所で4年ぶりにあんなことを。本編見てね。動画は水辺で撮られ、セルフカメラアングルで深沢達也、ラウール、向井康二、目黒蓮が登場する。これは、先立って YouTube にて公開されている目黒プレゼンツ企画シリーズの一環で、次回配信される動画の予告も兼ねている。次回は、目黒プレゼンツ、ザリガニ釣り、メイン企画、だといい、ハッシュタグには、シャープザリガニ釣り、シャープ4年ぶり、と記されている。4年前の2019年9月に公開された YouTube コンテンツでは、今回同様に目黒による企画で、ザリガニ釣り合戦を敢行。これは、以前行われた10問10答の中で目黒の特技が、ザリガニ釣り、と判明したことから発案されたもので、目黒がずっとやりたいと言っていた企画だったという。この対決ではグループを2つに分け、ザリガニを釣った数で勝負。目黒がいたチームは29匹のザリガニを釣り、見事勝利した。今回公開されたショート動画の中で、目黒は赤いタンクトップを着用。メンバーが、めめ、わんぱくすぎないか、わんぱくすぎるよと突っ込みながらも、この色味は、難しいと思うけど考えてみてください、とザリガニ釣りを匂わせている。なお、次回動画は明日11月1日に公開される。